岩手競馬ダモンチャンネル。ダモンです。今週は第33回マイルチャンピオンシップナンブアイダ、ナンブアイダ、ナンブアイダ、ナンブアイダなんですね。さあ、豪華なメンバーが揃ったね。なんと G1 馬6頭います。半端じゃないメンバーが揃いました。では早速今年のナンブアイの予想いきましょう。まずは、去年までの5年間のこのナンブアイの血統傾向、血統の保でございますのでね。まずやはり目につくのはゴールドアリル。かなりこのナンブアイとの相性はいいですね。ゴールドアリュール×アメリカダート血統の組み合わせとなると、ほぼ 100% 馬券に絡んでいる。唯一馬券に絡まなかったのが2017年のゴールドドリーム。僕その年2017年1着ゴールドドリーム固定で3連単買っていまして、蓋を開けたらスーパー出遅れ、私のその年のナンブアイは2秒で終わりました。そっからすげえ追い上げてね、頑張って5着までは来たんですけども、まあ時すでに遅し、1着固定でしたしね、っていうところでございますので、かなり相性がいいゴールドアリュール。あとはまあサンデーサイレンス系なんですけどね、このゴールドアリュールもそうなんですけども、ただサンデーサイレンスの中でもやっぱり限られます。アドマイヤオーラ、まあアグネスタキオン系ですね、アドマイヤオーラ、あとはネオユニバース富士奇跡以上です。それ以外のサンデーサイレンスっていうのは来ておりません。はい。さらに来ている血統、サンデーサイレンスが入っていないところで言うと、やっぱりアメリカダート血統、AP インディ系がね、かなり相性いいんですよ。マーキュリーカップの時もね、AP インディ系がいいって言って2着来ましたけども、ここもね、いいんですよ。ただ今回出走馬で AP インディ系が、出走しないということで、一頭いるのか。一頭いますが、その上位人気馬のところには AP インディ系はいない。ただそういうアメリカ型の血統っていうのはやっぱり来ます。あと来ている血統としてはシンボリクリスです。そこがよく来てますね。あとは、母父フレンチデピティ。デピティミニスター系の牝馬がいい。というのもあって、母父フレンチデピティっていうのはかなり、警戒が必要かと思います。まずは1枠1番。リンクスゼロ。アドマイヤマックス産駒のハーツチホワイトマズル、関本麗華ちゃんジョッキーでございますね。関本麗華ジョッキーでございます。まあ、そのサンデー系のところでアドマイヤマックス、ってところでございますね。続いて、1枠2番。モジアムフレイバー。バトルプラン産駒のハーツチフレンチデピティ。ここですよね。茂田ジョッキーでございます。去年の南部杯、第32回の南部杯の第4着。で、この南部杯は2010年を最後に、地方所属馬の、3着以内はございません。2011年からずっとないです。9年間。今年こそあるんじゃないかという期待できる馬ですね、やっぱりね。続いて2枠3番インティ、ケイムホーム産駒のハーツチノーザンアフリート戸崎騎乗機ですね。まあインティは前走までは豊さんが出戦でございましたけれども、フランスに行って2週間の、お休みということでございますので、戸崎ジョッキーに乗り換わりでございますね。このインティはみんな多分ね、悩みどころだと思うんですよ。ケイムホームサンクというのは2015年タガムトレイルがそうでしたね。なので、まあ南部杯との相性は悪くはないのかなというふうに思っております。ただなんですよね、復活しているのかどうか、調子が戻っていればインティの勝ちパターン、鼻を切ってペースを落として直線っていうところですね。どうなんですかってところですよね。みんなここはインティは難しいと思います。この南部杯の鍵を握ると言っても過言ではない。続いて2枠4番イダペガサス、ゴールドアリュール産駒のハーチ
フォレストキャンプ、アメリカダートケット。北海道の馬ですよね。地方所属馬、ゴールドアリュール。この馬来たら、ほんと激アツだなって思いますし、血統的には来る資格ありってところでございますね。なので、まあ、簡単に切れる馬じゃないかもしれません。続いて、3枠5番、モーツアスコット。フランケル産駒の母父ヘネシー。いや、正直、ゴリゴリのお父さんはヨーロッパ血統。そんな血統は何倍来ません。ただお母さんなんですね。母父というよりもお母さんがインディア。インディアという今調べたところ、アメリカダート重賞で2着とか来てる。ほんとゴリゴリのお母さんなんですよね。お母さんがゴリゴリのダートなんだよね。だから、芝もダートも勝っちゃうのかな。お父さんは本当にヨーロッパ芝血統。こんな血統は来ねえんだよ、本当ならば。とは思うんだけれども、お母さんの血統引くのかな。血統の多聞的には、フランケルは買えない。切ります。続いて、3枠6番、奈良笠松。シニスターミニスターさんがハーシチフレンチデピティ。血統はいいんですよ。血統はいいんだけども、どこですね。血統はいい。血統はいいんですよ。血統だけ見たらちょっとね、うわ、いいなと思うんですが、そこまでは手を広げられません。続いて、4枠7番、スカイサーベル。ディープスカイさん家のハーチワイルドラッシュでございますね。高橋ゆりジョッキーですね。岩手の大馬さんでございます。頑張ってほしいけど。続いて、4枠8番、パンプキンズ。岩本玲ジョッキー。去年の岩手ダービー馬。ネオユニバース。まあ、来てなくはないんですけどもね。ネオユニバース来てなくはないんですけども。もうさすがにこのメンバーじゃってとこですね。頑張ってほしいよ。そりゃ、頑張ってほしい。続いて、5枠9番、ワンダーリーデル。スタチューオブリバティの、ハーチ前のトップガン、横山のりになりましたね。横山のりひろジョッキー。いやー、この馬もね、怖いっちゃ怖いんですよね。アンダーキュートはいるけども、いや、怖いよ。怖い。来る可能性はある。アンダーキュート、なくはない。正直。横山のりでしょ?なくはないんだ。と思います。難しいね。血統的にはなくはない。来て3着ってところかな。突き抜けるまではいかないと思いますけども。続いて5枠10番北の一等星笠松でございます。スパイキュール産駒のハーシリアル車代でございますね。まあ来たことのないサンデー系ということでございますね。続いて6枠11番、サンライズノバ。ゴールドアリルサンクの、ハチチサンダーガルチ。昨年の覇者でございます。まあ、適性があることは間違いないですね。ゴールドアリルサンクで。ハチチアメリカダートケット。まあ、展開次第なところもありますが、そこまでのスローペースになるとは正直考えにくい。盛岡競馬場。ワンターン。3コーナーから4コーナーにかけて、下り坂。そっから上り。やっぱり相性はありますね。一番人気になるんでしょうかね。どうでしょうか。続いて、6枠12番、モンサンルリアン。岩手の馬でございます。坂口一沖でございます。フレンチデピティ3区の母父、アグネスタキオンでございます。フレンチデピティが母父ってところですよね。が、なったらよかったのになってところでございますね。頑張ってほしいですよ、もちろん。続いて、713番、東ウィル・ウィン。山本俊也ジョッキー。サウス・ビグラス産駒のハーチ・ブライアンス・タイム。この馬もね、G1 馬ですから。岩手に所属して、
2002勝パンプキンズを抑えて、まあ相手はかなり強化になります。前走まではねパンプキンズは逃げてその後ろについて坂で直線刺してくるっていうところで、まあ前走前々走よりも前走の方が良かったですし、やはりポテンシャルは高いのかなと思いますが、相手強化どうなんだ、覚醒するのか、もともと強い馬だからね。でサウスビグラスというところで、まあこの波の激しい血統でございますので、高不調高走凡走の波の激しい血統、さブライアンスタイムは根性ありますからねっていうところで、まあマイルまで行ける、マイルが多分ベストでしょうね。期待したい。そこをまだ見せていませんから、岩手でどこまでできるのか楽しみでございます。続いて714番、アルクトス、田辺ジョッキーでございますね。アドマイアオーラ、去年の2着馬でしたからね、アルクトスね。で8シンボリクリスです。やっぱりもうもちろんそりゃ相性がいいに決まってます。昨年2着馬ですからね、相性が良くないわけがないんですけども、まあこの展開になっちゃうんでしょうね。続いて8枠15番ワイドファラオ、ヘニー・ヒューズ3区の8、アグネス・タキオン。まあ、ヘニー・ヒューズはなぁとは思うんですけどね。まあこの馬もハイペースに弱いところあります。展開次第のところありますね。ドンピシャ決闘かっていうとそうではないんですが、でもなくはない。福永ジョッキーなくはないですよ。もう好き嫌いですね。もう展開どういう展開を想像するかだと思います。続いて最後8枠16番ゴールドドリーム、クリストフ・ルメール、ゴールドアルディ3区の8フレンチデピティ。まあね、4度目の挑戦、4度目の正直なるかってところですね。相性は間違いなくいい。さあ以上16と豪華すぎる、もう紹介しただけでヘロヘロですわ。さあそれでは行きましょう、俺の解明。3連単一着、固定。おめでとうございます。16番、ゴールドドリーム。4度目の正直、おめでとうございます。続いて、2着。2頭入れますね。2頭。こちらは、2番、モジアのフレイバー。そして11番、サンライズノバというところです。まあ、サンライズノバと、ゴールドドリームっていうのは、どちらもゴールドアリュール3区。さらに言えば、母父も、アメリカダートゲットということで、サンライズノバが来るレースはゴールドドリームも来る。ゴールドドリームが来るレースはサンライズノバも来るという、もうね、相性は一緒です、一緒ですので、あとは展開次第ってところだと思いますけども。なのでまあ、サンライズノバはもちろん切れない。そして、モジアのフレーバー、やはりね、母父フレンチデピティところ、あと去年4着。この何倍への相性は間違いなくある。そして3着にその2頭プラス、4番のイダペガサス入れます。イダペガサス。そして13番東ウェルウィン入れます。そして14番アルクトス、15番のワイドファラオというところですね。はい、以上でございます。さあどうなるのか、今年の何倍、熱いレースを期待したいと思います。それでは引き続きチャンネル登録よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。